こんにちは。こんにちは。アークステイツの松本です。アークスタンダードの臼井です。はい。今回は、推しのレザーシューズの紹介、はい、ということで、アークネッツで取り扱っている様々なレザーシューズを紹介していく企画になっております。はい。で、今日合計3名のスタッフに商品紹介していただくんですけれども、もう冒頭からアークスタンダード臼井さんに来ていただいております、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは早速臼井さんから紹介していただきます。はい、はい、よろしくお願いします。臼井さん持ってきてくださったのどっちもブーツですね。両方ともブーツです。はい、やっぱアークスタンダードらしくて、はい、いやもちろんです、はい、いいと思います。ちょっとアメリカを感じるなって思いました。そうですね、はいはい、今松本さんがおっしゃってくれた通りアメリカを代表するブーツを、はいはい、2足持ってきました。はい、はい、こちらから紹介していただきます。そうですね、はい、こちらのじゃあレッドイングの方からご紹介させていただきます。はい、今日こちらご紹介させていただくのはレッドウィングの875というモデルですね。商品名は6インチクラシックモックという商品の名なんですけど、はい、レッドウィングの方はだいたい頻繁でブーツのことを呼ぶことが結構多くてですね、はい、これは875と呼ばれている頻繁のものになるんですけれども、はい、レッドウィングでいうと王道の、ね、はい、レッドウィングといえばっていう多分皆様この形を想像すると思うんですけど、レッドウィングって聞いたら多分これが最初に出てくるのかなというモデルを、はい、持ってまいりました。このズバリこのレッドウィングのこのモデル、はい、なんかいいところというかポイントって何なんですか？そうですね、はい、まあこのモデルに限らずにはなってしまうんですけれども、やっぱレッドウィングって最初この状態が一番かっこ悪い状態っていうふうに言われてて、でどんどん履いていくとやっぱりこうすごく足に馴染んできて、その人なりのこう顔の傷とか、履きじわとかが出てきてどんどんかっこよくなるっていうところではあるんですけれども、あとはこの875に関してはやっぱりこのブラウンの色味ですね、はい、通常のブラウンとはちょっと違ってオレンジがかってる感じの茶色になってるんですけど、それが、はい、経年変化してくるとどんどんこう浅黒くなっていくというか、独特の変化を起こしてきて、でものすごくかっこよくなります。もうレザーならではのこう経年変化を楽しめるような、そうですね、思いっきり楽しんでいただける、まあ、ブーツではありますね。あとはやっぱ長く履くごとにさらにかっこよくなっていく。そうですね、はい、で長く履いていただいて、でこのアッパーのレザーの部分はこうどんどん経年変化でかっこよくなっていく。でソールの方もですね、この白い独特のソール、トラクショントレッドソールって呼ばれてるソールなんですけれども、はい、このソールとかがこう履いていくとやっぱりどんどんかかとの部分とかが吸ってきたりとかっていう形になると思うんですけども、それはメーカーさんの方に出して、ソールだけ全部交換してまた新しい形になってどんどん履いていただけるという。あ、そうなんですね、はい、すごいアフターケアまでしっかりしている。そうですね、リペアもそうですし、はい、あとはこう傷ついてしまったりレザーの方がちょっと破けてしまったっていう場合でもその程度にもよってはしまうんですけども、意外とこれちょっと修理無理じゃないかなっていうものもレッドウィングの方では修理をしてどんどん履いていただけるような形にもなるので、もう本当長く履いていただけるっていう。これソールの話出たんですけど、はい、このソール結構履きやすそうですよね。これすごく履きやすいですね、うん、はい、これレザーシューズはこう履きにくいというか足が疲れるイメージがあるんですけど。そうですね、はい、レッドウィングも結構最初ご覧になっていただいた方とか初めて履かれる方は履きづらいっていうイメージをお持ちの方多いかもしれないんですけども、インソールの中にコルクが入ってまして、で履いていくごとにそのコルクが足の形にこう馴染んでくるような、はいはい、形ですね。もう履いていくごとに履きやすくなってくるっていうものが、やっぱりレッドウィングしかりブーツはやっぱりそういった形にはなると思うので、はいはい、ぜひ履いていただきたい一足かなとは思ってますね。はい、ありがとうございます。最後なんですけど、これのサイズ感ってどんな感じですか？サイズ感、これワイズの方が E ワイズといってちょっと広めのワイズになってます。なので通常よりも大体1センチから 1.5 センチ、低めで選んでいただけばいいかなと思っております。ちなみに私が27センチぐらいですね、スニーカーですと入ってるんですけど、はい、この、レッドミン875の場合ですと僕、足の幅が狭くて甲も低めなので、はい、意外と小さいサイズ、US の7ハーフ、あー、7ハーフ、はい、
でどんどん履いていくとどんどん馴染んでいってそこインソールの方も沈んでいくのでちょっと大きくなるんですよね、はい、なのでこうどんどんギュッて絞って履きたいっていう場合だと US の7を選べばっていうところへの、はい、そこはもう本当お好みになっちゃうんですけど、割とじゃあ1センチからまあ 1.5 センチぐらい、そうですね、まあ、下のサイズを下げてお試しいただいてという形が一番いいかなとは思いますね。こうぴったりと履いて自分になじませていくみたいな、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではこちらの紹介もお願いしてもよろしいですか、はいはい、でこちらの方は、ホワイトブーツですね、はいはい、でこちらとレッドウィングと同じアメリカを代表するブーツにはなってるんですけれども、はい、どちらかというとこちらの方がちょっとこう重厚感があるというか、うん、確かに、はい、結構こう固めな作りのブーツにはなってるんですけれども、はい、でこちらの方も、モデルの方はフォアマンというモデルがありまして、そのモデルになんとあのアクネツが特別に別注をかけさせて、別注なんですね、はい、これ別注のモデルになります、はい、別注のポイントってどこら辺なんですか、はい、別注のポイントですと、はい、フォアマンというモデルの方は、このアッパーの部分ですね、このレザーの部分がスムースのレザーになってるんですけども、あ、これがそうなんです、ね、はい、あのスウェードの方に、はいはい、変更させていただいて、でこの履き口の部分ですね、この部分だけ、スムースのレザーを使わせていただいているので、確かにそうですよね、はいはい、同じブラックなんですけども一応ツートーンで、なるほど、はい、見えるようなブーツになってますね、なんかこうモノトーンでシックな感じというかかっこいいですよね。そうですね、はい、でこちらの方は一応つま先の方はこうステッチの方がないようなプレーンというのモデルにはなってるんですけれども、はいはい、やっぱり僕とかだとこのなんていうんですか、シューレースをこのヒールの部分にこう巻いて履くって結構憧れというか、はい、かっこいいですよね。そうなんですよ、すごくかっこよくて、確かに憧れがありますねこの履き方、はいはい、でこのブーツだとやっぱり紐がこう長くないと結べなかったりとかするんで、あー、なるほど、であとは、どんどん履いていくとやっぱり革も馴染んで、はい、このシューレースの間の部分がこう締まってくるんですよね、はいはい、そうすると紐がどんどん長くなってくるんで、こう長い部分をヒールの後ろの方に結んで縛って履くっていうのはやっぱり履いてる人見るとうわすげえかっこいいなって、なるほど、はい、部分ではあるので、じゃあ結構こう履き込んでいくと紐も長くなるというか、はい、そうですね、はい、レザーの方が馴染んでいって、うん、あのシューレースのこう長さに余裕が出てくるので、うん、そういったままこう巻いていただいてギュッて縛っていただくとやっぱすごく足元がかっこいいなというか、そういうちょっとかっこいい履き方もあるんですね。そうですね、僕そういうの見るとあの人はすげえこなれてるなって思っちゃうんです。確かに思いますね、はい、そういうところで、はい、まあ共通しているのがやっぱり長く履いて経年変化楽しめるというか、そうですね、うん、はい、っていうところですよね。実はやっぱりそれが醍醐味だと思いますし、はい、履いてってこうその方個人のオリジナルだったり履きじわだったりとか、うん、あのレザーの汚れ傷だったりとかがやっぱりどんどんこうかっこよく見えていくようなものだとは思うので、ホワイツの方はサイズ感どんな感じですか。サイズ感はこちらもレッドウィングの方と同じ形になるちょっと大きめにできているので、うん、こちらもだいたい1センチダウンぐらいですかね、で履いていただければとは思います。はい、でこちらは、中にインソールも入っているので少し、サイズ的には 1.5 センチとかではなく1センチぐらいで大丈夫なのかなっていうサイズ感にはなってるんですけれども、はい、僕が27センチを履いてて、はい、このホワイトですと US8 ぐらいがちょうどいいかなという、はいはい、サイズ感にはなってますね、はいはい、その方の足の形とか、うん、足の筋肉のつき方によって選ぶサイズは様々だと思うので、やっぱりブーツは一度こう履いてから購入いただいた方がいいかなとは、確かに、はい、思ってますね、はいはい、まあ、ぜひ店頭までお越しいただければ、ね、そうですね、はいはい、スイさんこれだけじゃなくて今日なんかもう一足持ってきてませんでした。そうなんですよ、実はですね見てましたよ、スペシャルアイテムをお持ちしまして、あ、こちら持ってきてくださったんですね、はい、ちょっとスタッフの方から借りてきて875の履いてる経年変化のわサンプルというかをお持ちしました。なんか全然違いますね。そうですね、今多分こちらと見ていただいてもすごく異なってくるとは思うんですけど、はい、やっぱかっこよくないですか。かっこいいです。かっこいいですよね。全然やっぱ違いますね。そうそう、めちゃめちゃやっぱり履くとかっこよくなってくるんですよね、はい、うん、なんかレザーの感じもやっぱりちょっとこうなんていうんですかね、深みが出てるというか、はいはい、よりかっこいいレザーになったような感じですね。でレザーの方もやっぱりかなり柔らかくなってるので、はい、ここまで柔らかいとものすごく足にフィットして、今日
持ってきたのがこの875のサンプル、経年変化のサンプルにはなるんですけども、はい、やっぱりレザーのブーツ、レザーのシューズはこの革の経年変化っていうのが一番楽しめる部分ではあると思います、はいはい、でもちろんこのモデルはこういった形で経年変化楽しんでいただけるんですけど、こちらの方もあのスウェードのレザーなので、うん、履いていくうちにものすごく柔らかくなりますし、はい、こういったようなあの傷だったりとか履きじわだったりとかがすごくかっこいい、良くなるモデルだと思うので、レザーのシューズはそれを楽しんでもらうっていうのが醍醐味だと思ってるので、はい、ありがとうございます。なんかホワイトのブーツもこう経年変化した後のものが楽しみだなっていう、はい、これを参考にしていただいて、ね、自分なりの経年変化を楽しんでいただければなとは、はい、はい、思います。ありがとうございます。わざわざ持ってきていただいたので結構こう分かりやすかったですね。艶とかも全然違いますし、うん、深みも出てると。そうですね、はい、ぜひ皆様も、まあ、履き込んでいただいて、そうですね、自分の一足にしていただければな、はい、ではアークスタンダードの薄井さんに紹介していただきました、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では続きましてミュージアムアークの富田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、推しのレザーシューズを紹介する企画になっております、はい、持ってきてくださいましたね。はい、こちらです。はい、ジョセフチーニ、あ、すべて、はい、すべて3型持ってきたんですけれども、すべてあのアークネッツ別注モデルです。ジョセフチーニの別注を3型、はい、3型。ちょっとさっき薄井さんがアメリカを感じるような、はいはい、靴だったんですけど、今回ちょっとイギリスですよね。そうですね、はい、僕はイギリスを代表するシューズブランドとジャケットを着て、あ、挑んでおります。バーバーは来てくださったんですね、はい、では早速紹介していただきたいんですけれども、はい、どちらから紹介してくださいますか。じゃあこちらから、はい、よろしいですかね。はい、はい、こちらが、アルダートンというモデルなんですけれども、インラインではベーシックなプレーン2の形なんですけれども、はい、でレザーソール、まあ、結構ベーシックな紳士靴のようなモデルだったんですが、うん、ですね、はい、こちらのアークネッツ別注に関してはソールをあえてビブラルのVライトっていうコマンドソールなんですけれども、まあ、めちゃめちゃ軽い、なるほど、はい、ソールに変えて、はい、あのボリューム感を出してます。じゃあ、ソールを これに変えたっていう別注っていう感じですかね、はい、ソールだけじゃなくてこのウェルトっていうコバの部分ですね、はい、ここに一つストームウェルトといって水の侵入を防ぐ用のウェルトなんですけれども、うん、これをつけるとさらにボリュームが出て、ダークネスとしてはやっぱりカジュアルな別注を提案しているので、うん、はい、スーツだけじゃなくてデニムやチノパン、はい、ミリタリーパンツとも相性がいいように別注しました。なるほど。じゃあさまざまなコーディネート、まあ、スタイルに合うように別注されているような感じですかね、はい、そうですね、はい、これ1個あればもう何でも使えるかなっていう。レザーのソールよりやっぱり全然歩きやすいっていうところですかね、そうですね、ポイントは、はい、見た目は革靴で、うん、履き心地はもうスニーカーみたいな。ジョセフチーニなだけあってアッパーのレザーもすごいこうきめ細やかというか、そうですね、上質なレザー使われてますね、はい、カーフなんですけれどもやっぱりドレスシューズに使われる牛革を使ってます。なるほど、はい、じゃあ一番こうベーシックなアイテムですかね、今日持ってきてくださった中では、はいはい、ちなみにサイズ感はどんな感じですかね、はい、僕の方がスニーカーだと大体 26.5cm、はい、革靴だと 25.5cm を履くんですけれども、はい、こちらは僕は UK7.5、まあ、26cm ぐらいでいいかなと。 UK7 でかなりジャストでも履けるんですけれども、はい、ちょっと寒がりなんで、あ、そうだったんですね、はい、ちょっと厚手の靴下を履くので、はい、僕は 7.5。 じゃあスニーカーでいくと 0.5 センチぐらいこうダウンさせるような感じですかね。そうですね、はい、では次にこちら、こちら、はい、お願いします。はい、はい、こちらは、こちらもジョセフチーニのサイドゴアブーツで、はい、バーニーというモデルになります。あ、これ二型形は一緒ですか、やっぱり。はい、形はこの二型は形は一緒です。あ、そうなんですね。革違い、黒のスウェードとジュピターカーフという地でよく別注で使っている四五革2種類を用意しています。はい、どっちも別注なんですよね、はい、そうですね。この別注のポイントみたいなところはどこですか、はい、通常のジョセフチーニの、サイドゴアブーツは、ブレコンというモデルがあるんですけれども、はい、四五革のコマンドソールではあるんですけれども、ちょっと重みのあるしっかりとしたガシッとした作りなんですけれども、うん、はい、こちらはリブラムの V ライトにかなり軽いコマンドソールに変更しているのと、はい、先ほど同様にストームベルト、なるほど、はい、これでこちらにさらにボリュームを出して、はい、カジュアルにしています、はい、であと革を乗せ替えているので別注ブレコンって表現したりするんですけれども、はい、こちらのモデルに関しては本国の方からバーニーという新品番、うちだけのためにもう新名まで作ってもらって別注に新たな名前がついたみたいな感じですか。そうですね、はい、なんかちなみにサイドゴアブーツって僕あまり履かないんですけど、はいはい、サイドゴアの良さみたいなものってどこなんですかね、はい、まず
ブーツってちょっと懸念するじゃないですか。します。重そうだったり、はい、そうですね、もう履き脱ぎがめんどくさいのがやっぱりブーツのイメージなんですけれども、実はこのサイドゴアっていうのは言っちゃえばスリッポンなんです。ポッて足入れるだけなので安定感があって、はい、長距離歩いても疲れないですし。確かにですよね、はい、靴を紐を締めたり開けたりしないで済むので。確かにそうですよね、はい、だから結構サイドゴア履いちゃうと、はい、リピーターが多いというか。へえ、はい、そうなんですね。で見た目はブーツなのでスッキリしたかっこいい大人のイメージ。あの、じゃあ履きやすさもこう見た目のかっこよさも結構兼ね備えたのがサイドゴアっていう感じですかね。そうですね。あと結構この伸び縮みは結構しやすいので履き脱ぎもしやすいと思います。実はスリッポンだと思っていただければ。なるほど、はい、そんなに履きやすいですね。まあそうですよね、脱ぎ履きもすごいしやすそうです。そうですね、はい、あとはあのボタン、あの紐を通すホールがないというかパーツが少ないんで結構軽くなるのかなって。そうですね、はいはい、それもいい点ですよね。しかもアークネッツの別注ではソールも軽い、はいはい、まあ、ちょっとカジュアルなソールに変えてるので、はい、履きやすさはかなりかなりアップデートというか。そうですね、ですね。あと重さももうブーツなのかって、むしろ革靴なのかってくらい軽いので。あ、そうですね、はい、でも見た目はしっかりしてるので。すごい軽いですねこれ、はいはい、で一応どちらもあのグッドイヤーウェルト製法という製法を使っているので、はい、ソールの張り替えもできますし、あ、はい、かなり長いお付き合いができるんじゃないかなと思います。ずっと履ける一足になりそうですね。そうですね、はいはい、ちなみにこっちのサイドゴアブーツのサイズ感は、はい、こちらも、先ほどと同様で、はい、スニーカーだと 26.5 センチを履いていて、はい、革靴だと 25.5 センチを履くんですけれども、こちらも私は寒がりなので厚手の靴下を履くのを考慮すると UK7.5。 あ、なるほど。ただ一般の多分革靴 25.5 センチの人だったら UK7 でいいかもしれないですね。ああ、そうなんですね、はい、普通革靴バシッとサイズで買うのをお勧めしてるんですけれども、はい、どちらも軽いので、だからちょっとハーフ上げてゆとり持って履いても違和感なく履けるかなとは思います。ではミュージアムワークの、富田さんにジョセフチーニを紹介していただきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それでは最後に小塚さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、推しのレザーシューズを紹介する企画となっております。はい、小塚さんも2足持ってきてくださいましたね。そうですね、はい、アークネッツレザーシューズがすごいたくさんあるんで迷ったんですけど、対極にあるこう2つのブーツを、それぞれ紹介させていただこうかなと思って。なるほど、そういうピックの2足だったですね。はい、はい、ありがとうございます。早速紹介していただきたいんですけども、はい、どちらから紹介してくださいますか。でまずこちらのシューズからいきます。はい、こちらは何のアイテムですか。アークネッツではライプアークとブルージブルバイアークで取り扱っているグイディ、はい、グイディの人気モデル988と呼ばれるバックジップブーツですね。こちらを持ってきました。結構人気あるモデルなんですか、グイディの中では。そうですね、はい、グイディの中でもトップセールスを、誇る品番だと思います。そうなんですね、はいはい、まあ、グイディ、まあ、もう本当に最高級というか、はい、本当にいいレザーシューズってイメージはあるんですけど、はい、実際グイディのそのいいところというか、はいはい、ポイントみたいなところってどこなんですか。魅力、まあ、たくさんあるんですけど、はい、一番はやっぱりもうまずこの雰囲気、佇まい。確かに、はい、それでも分かりますよね、本当実物見ると、はい、全てこう製作の工程を終えた後でタンブラー台という、はい、このシューズごと丸々こう染色でゴロ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 合わせて染め上げをしていくんですけど。そうなんですね、はい、普通のシューズってこう綺麗にあの傷とかつかないように作るんですけども、はい、グイディは味わい深い、もう新品の状態で完成されてる、うん、確かに、はい、この雰囲気いい意味でなんか味がもう元々出てますよね。そうですね、はい、この小刃の部分、ソールの小刃と呼ばれる部分なんですけど、ここも普通のブーツだとこう割とこうエッジの効いたシャープな作りになってるんですが、グイディの、ブーツに関しては全てこういう風に輪が丸くね、全部なんかちょっとこう丸くなってるような感じですね、はい、側面が。でこうレザーソールなんですけど毛羽がこうあって、はい、雰囲気がねもう細かいところまでかっこいいんですよ、うん、グイディってグイディレザーとか呼ばれると思うんですけど、はい、まあ、革屋さんってお聞きしたんですけど、はい、このレザーのやっぱいいところとかってあります？
そうですね、まあいろんな種類のレーザー使ってるんですけど、はい、その中で今日お持ちしたのが、ホースレザー、あ、ホースレザーですね、はい、なんですが、まあ、ホースレザーの、バックジップブーツいいところはやっぱりシワの入り方が迫力があるんですよ。この988というモデルに関してはシャフトってこの足首の部分がこう、はい、最初から斜めに設計されているので、あ、直立して立った時のこのシワの入り方がすごいいいんです。このドレープの感じがかっこいいですね。これわざとこういうかっこいいシワが入るように設計されてるってことですか。はい、そうなんですね。あとは VD のシューズの魅力の一つが、フィット感です、ね、はい、もう足に吸い付くようなピシャッとしたフィット感と、あと足の、レザーの馴染みですね。足首かなり細く設計されてるんですけど、もう本当にこうピタッと履いた時ご自身の足に馴染む、もともとこう割と味があるレザーなんで最初から結構フィットしやすい。あ、そうですね、はい、もう買って初めて下ろすその日から何年も履き込んだようなご自身の足に合ったフィット感で、さらに履き込んでいくともちろんさらに馴染んでいくようなイメージですね。そうですね、はい、あ、すごいですね。一度は買ってみたいレザーシューズみたいな、うん、いろんなジャンルの方が買ってってくださるんですけど、はい、まあ、一つはモードファッションを好きなアルチザン系の方も買われますし、デニムやチノなんかとカジュアルに合わせて、でも足元はこう最高峰のグイディーブーツっていうのもスタイル的にかっこいいと思うので、うん、はい、先ほどこうシューズ全体のこう雰囲気独特のが、まあグイディーの魅力っていう風にお伝えしたんですが、バックジップのパーツに関しても同じくこう縫製した後で田村台で染め上げているので傷とかサビとかが出てるんですが、そうですね、はい、本当だ。なんかこのやれた感じのジップの表情もマッチしてるので、うん、確かに、はい、でジッパーに関しては YKK の最高峰のエクセラっていうジッパーを使っていて、なのでこう滑りも抜群にいいですし、ジッパーがね一番下までこう開くようになってるので、はい、着脱もこうフィット感はもうピタッとした感じなんですけど、うん、下まで下がることで足入れもスムーズ。確かに、はい、脱ぎ履きがしやすそうですね。そうですね、うん、ちなみに小塚さんサイズ感ってどんな感じなんですか、はい、僕がスニーカーで普段 27.5 がジャストサイズの、僕で 42.5 でこちらのグイディのバックジップブーツはジャスト43で、多少余裕を持って履けるかなっていうところなので、はい、まあ、お好みのフィット感ってあると思うんですけど、まあ、それに合わせてジャストサイズで履くかハーフ上げて履くかお選びいただいて、うん、ただジャストで選んでいただいても、これに関してはすぐに馴染んでくれるので、普通のレザーシューズとはもう違う概念でサイズ選びはしてほしいですね。 42.5 っていうのがだいたい 27.5 相当のサイズっていうことですかね、はい、そうですね、 27.5 相当で、はい、43で、28センチ相当。なるほど、はい、じゃあ普段のスニーカーのサイズぐらいのサイズで基本的に大丈夫かな。そうですね、僕はそれで選んでいただいていいかなと思います。では小塚さん、もう一足の方、はい、ご紹介お願いします。はい、もう一足ご用意してきたのが、はい、アグネスベッチのトリッカーズの、はいはい、サイドゴアのカントリーブーツ持ってきました。はい、小塚さん、そもそも、はい、トリッカーズってどんなブランドなんですか。革靴の聖地であるイギリスのノーサンプトンで、1829年に創業した最古のシューズファクトリー。最古のシューズファクトリーなんですね、はい、初めて知りました。老舗中の老舗で、特にその中でもやっぱり代表的なモデルがこういうカントリーブーツ、まあ、カントリーブーツ、イギリスの上流階級の方がカントリーサイドって田舎の方に狩猟に行くために考案されたのが、始まりと。その中の、サイドゴアタイプ、これが、ベースになっております。こちらのトリッカーズの別注のモデルに関してはサイドゴアブーツ特有のシャープなシルエットと、うん、はい、このウィングチップのちょっと優美な、ね、エレガントな雰囲気、うん、確かに、はい、そしてこのラグソールのカジュアルタフな雰囲気、全部のバランスがもうパーフェクト。確かにそうですね、はい、でちなみにその中で別注ポイントっていうのは、はい、まずは、インラインでは出てない、まあ、スウェード、ブラックスウェードですね、うん、表側とは違うこの大人びた雰囲気、これが素材感がまず特徴なのと、はい、あとはソールですね、こちらの、ビブラム社の、V ライトソール、ラグソールなんですけど、まあ、軽量に作ることで、うん、ストレスなく、はい、履いていただけるこちらのソールを採用している。通常の、インラインのモデルだとこのプルストラップっていう、はい、ブーツの脱ぎはぎの時にこう引っ張って使うところのフロントにもついてるんですけど、うん、あえてフロントはもう外してしまって、はい、ミニマルの雰囲気に。さっきの富田さんのジョセフチーニーの別注でもこの実はソール出てきたんですよね、はい、V ライトソールですね、はい、めちゃめちゃ軽いんですよ、ね、軽いんですよ。でさらに履きやすくなってるっていう感じで、はい、はい、
通常 の, あのゴム の, コマンドソールだとどうしてもこう雨とか滑りにくかったりとか、まあ、天候悪い時にも使いやすいんですけど、どうしても重さがっていうところを克服したのがこの V ライトソールなので、じゃあこれもアークネッツの別注らしい、まあ、かっこよさもありながらもこう履きやすいっていうところがポイントですかね。あとはいつものブラックのライニング、ブラックのインソールにシルバーの刻印、こちらもさりげないアピールポイントになっているかなと。なんかこれコーディネートの時とかってどういう服に合わせたらかっこいいですかね。そうですね、やっぱり、まあ、トリッカーズ自体がイギリス最古のシューズファクトリーということもあるので、バブはなんかねイギリスメイドのお洋服とはもう完全にマッチするので、確かに、クラシックな雰囲気になります ね, そうですね、まあ、デニムパンツとかこうカジュアルなパンツとかでも全然合いますかね。合います。はい、いろいろなスタイルを楽しめて、さらに履きやすいっていう。はい、じゃあこちらのシューズはサイズ感はどんな感じですか。普段スニーカーサイズで 27.5、 僕がジャストなんですけど、こちらは8ハーフがちょうどよく履けるサイズ感になってます。あ、なるほど。じゃあだいたい1センチぐらい落としてっていう感じですかね。はい、シャフト、この足首の部分は結構タイトに作ってあるので、足入れはちょっとこう窮屈に感じるかもしれないですけど、中入っちゃえば割とこうかかとの作りも大きいですし、ウィズに関してもある程度幅が広めの作りになってるので、フィット感はねすごくいいと思いますよ。確かにさっき僕も結構幅は広い方なんですけども、さっき足入れした時全然違和感なかったんで、まあ、日本人って結構幅広い方とか多いですもんね。そうですね、なんか皆さん全然履きやすいかなって思いました。それでは小塚さんに2足を紹介していただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今回はアークネッツの推しレザーシューズをご紹介させていただきました。で、今回紹介した商品以外にもアークネッツではかなり豊富にレザーシューズ取り揃えておりますので、ぜひオフィシャルサイトをチェックしてみてください。こちらの、今回ご紹介した中のこの4モデルに関しては、そうですね、11月18日土曜日、12時から発売が開始されるので、ぜひホームページ見ていただきたいですね。はい、そうですね、でまたその18日からは、レザーシューズフェアが開催されますよね。ぜひそのお得な機会に探ししてみてください。で、今回、各スタッフが紹介してくださった商品は概要欄に記載しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。